皆さんがお乗りになられている市内電車の歴史は古く、大正14年から豊橋市民の足として親しまれています。市内電車沿線には近代的な町並みとともに豊橋市公会堂などの歴史ある建造物もあり、豊橋のさまざまな表情を見ることができます。平成20年には全面停止の新型車両ホット